会でボランティアにも参加してくれました、鹿児島県伊佐市の王様伊佐い間違えた伊佐キングです間違えちゃった何やってんだっていう、あの唯一無二の YouTuber ならぬキャラチューバーということをやってまして、イサキングチャンネルというものもあります。キャラだからね、子供の視線のかなと思って見ると間違いです。子供は大人の許可を得てから見てください。あの決して卑猥なものじゃないですからね。ただまあ見る内容的にもいろいろとあるかなと。はい、金が上がれるかい。これはさ、愛知は降りていいの？いた方がいい？一緒にいてもいいですよ。いてもいいですよ。はははい、じゃあいさせていただきますよ。いていいだろう。あはははよいしょ。はい、はい、それでは皆様こんにちは。こんにちは。鹿児島県は伊佐市から来ましたミッキーマウスです。よろしくお願いいたします。はい、ミッキーください。ね、ありがとうございますね。クレの方、ミッキー見たことないと思うんでね、ミッキーっていう声ありがとうございます。バカにするなよ、ね、大人気ですね、ね、子供たちね。でもね、今あのミッキーって言った人は、あのイーサキングはハローワークで雇った人たちなんでね、気にしないでくださいさあ、それではね、イーサキング今愛知さんから、愛知だったね、うん、それ別にどっちでもいいよ愛知から話があった通りに YouTube やっております。そしてね、 YouTube どんな内容をやってるかというとね、ドラム缶を蹴飛ばしたりとか、あと草刈り機を、あ、それチータンでしたねノーコメント、ノーコメント冷たい、愛知が冷たい。その騒動に関してはノーコメントでしょ、割と愛知さん冷たいということでね、あのそんなことはしてなくてね、あの歌を歌った、あ、それは菊池くんでしたねあの子供たちの、あの見れるような動画を頑張って撮りたくんですけども、なかなかね、そこにたどり着くまでには時間がかかりそうだなということで、あの食レポですね、ご当地キャラですから食レポをしたりしていますので、今日はその様子を皆さんにお伝えしたいと思います。ということでね、ちょっと時間がないのにさ、愛知、うん、ちょっとこのカメラさ、うん、ちょっといい感じでイーサキングが、あ、オッケー、食レポしてる感じで映るようにすればいいのね。映った？もう置いてもいいと思うんだけども、オッケー、はい、じゃあね、今日は皆様クレ復興のイベントでございますのでね、大丈夫愛知、オッケーよ。ちょっとね、カメラが斜めになってる。そうね、うん、これちょっと正しい、あ、これかカメラ、あ、はい、はいよ、ヒゲしか映ってないよ今。本当？大丈夫？イケメン、はい、大丈夫？はい、小栗旬みたい。ああ、ありがとうございます。さあさあ頑張れ、時間がないんだった、私もね。はい、今ね、あのグルメブースの方にありました、まずこちらですね、クレの名物らしいですよ、愛知さん、はい、上海風焼きそばということでね、こちらですね、皆さん美味しそうでしょ、食べた人いる？いないということでね。嘘でもいいから手を挙げて欲しかった。じゃあこちらを早速ね、イーサキング食べたいと思います。なかなかね、あのクレはクレッシーが正統派で可愛いから想像もつかないと思いますけども、ご当地キャラが皆さんこちらの上海風焼きそば食べますんでね、よく見ててくださいね。いただきます。口から麺が1本出てるどうしたらいい？しかもほら、クレッシーの手作り T シャツの麺がついてる、ここに。ほんとだ、見てください、皆さん。クレッシーってなんだ、クレッシーって、クレッシーだから、クレッシーってさ、前にあの二高球場にさ、クレッシー、あの、ふなっしーの偽物として出てるやつ。そうですね、ちょっと今その辺をいじってみたんですけど、はい、そうなんです、あ、美味しい、これ、ぜひね、皆さん食べてください。あのエビもちゃんと乗ってて本当美味しいです。ちょっと待ってね。
ね。ほら、エビね、エビいただきたいと思います。エビありがとうございます。ボソッとくちゃくちゃうるせえなって言ったり。いや、効果音が食べてる感がないんで。なるほど、咀嚼音がね。咀嚼音がね、だいぶダメ。今咀嚼音流行ってるんで。なるほど。ゆるキャラ、あ、ちょっとご当地キャラが食べる咀嚼音ね。多分これで YouTube 1万回ぐらい行くと思うんで。行かないか。行く。ちょっとね、あの横町さんの顔、あ、横町さん、愛知の顔が引いてるんでね。あの、そろそろこちらね、続いてこちらを紹介したいと思います。ラムネね、ラムネ飲みたいと思いますね。飲めるわけないと思ってるでしょ。飲めないと思う人、あ、手上がってますよ、上がってますね。もうこの空間は一体何なんだというね。会場中が不思議な空気に包まれてますけども、じゃあこれ一気飲みして早飲みしたいと思いますね、愛知。はいはい。じゃあ何秒で飲めるか皆さんカウントお願いします。あ、カウントじゃないか、どうしよう、時間わかんないね。1、2、あ、じゃあ愛知カウントしてね。はいはいはい、いいよ。じゃあ行きますよ皆さん、はい、早飲み行きます。よーい、スタート。ごめん、アイチ。はい、ありがとう、キング。ちょっと商品 PR にはあれでしたね。素晴らしい。最後のカットしておきますんで。いやいや、ありがとうね、ちゃんとね、ご当地キャラ、伊佐のご当地キャラなのにクレのね、PR をしてくれたので、ありがとうございます。子供たちがたくさん見れるチャンネル頑張るんでね、よろしくお願いします。あ、カメラが踏むなよ。あ、大丈夫大丈夫。はいはい、預けとくからね、下のスタッフさんにね。はい、じゃあ伊佐キング、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもね。はい、よしよし。で、あの2日間通していろんなキャラさんいますけど、本当にいろんなキャラがいますよね。で、これキングにお願いします。はい、さあ